ドレインの野郎。ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス、アーシャとの接続を切るぞ。目標発見、トラブル。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。神の缶詰知識を使ったらしい。ああなったのは神の缶詰知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて発狂するって話のことか。俺の知る限りでもサティアワダライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子は同じような状況に見える。どうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。だが本当に噂通りこれを所有して神の知恵や力が得られるものだろうか。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教練員に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに残念だぜ。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。むやみに試したりしてたらオイラたちもああなってたかも。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。俺たちの協力関係もこれで終わりだ。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど、お前って教練員の人間なんだろ。クラクサナリデビに会う方法を知らないか。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、普段はその存在すら感じられないんだ。しかも教練員には神の知恵を象徴するアーカーシャが存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教練員に戻るつもりだ。君たちはどうする。もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから、少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここで。
これを先に処理するべきか、それとも上への礼